シュスラン族は、卵化に属する植物の属の一つ。卵としては、比較的普通な草の形をしている方で、強草などを思わせる姿である。比較的小柄で柔らかい植物である。大部分は、地上性で、ごく一部に着生植物となるものがある。下部の茎は横に生い、節ごとに葉と根を一つずつ生じる。根は太くて、あまり伸びず、分子しない。 葉はやや幅広い例が多く、はっきりとした柄がある。茎の先端は立ち上がり、水上に果樹をつける。ただし短くなって数年をつけるだけの種もある。また、一部の種では捕獲する茎が短くつまり、全体に立ち上がった姿になる。花は大きく開かない。上側の三弁が互いにくっついて、花の上側を覆う。下側左右はやや開く。新弁は広がらない。 ヨーロッパからアジア、北、アメリカに分布し、約40種が知られる。日本からは、以下のような種が知られている。山野草として栽培されることがあるが、そのために、園芸目的の採取によって、絶滅危惧種に指定されたものもある。特に、ミヤマウズラは墓割り品が、西キランの名で、よく栽培される。国外のもので葉の模様の美しいものが、 禁煙族のものとともに、洋蘭では、ジュエルオーキッドの名で栽培されている。シュスラン族と似た姿をとる蘭化植物としては他に、次の族があり、それらは、花の構造で区別される。シュスラン族のものは、学編が合着せず、中等が分かれず、神弁が単純な形をしている。ありがとうございます。